そんなギラギラした目しちゃってさ、元気いいな。何かいいことでもあったのかい？お前は何でも知ってるな。何でもは知らないわよ。知ってることだけ。知らねえよ、バカ。あれはツンデレったの。ああ、私は何でも知っている。私は何も知りませんよ。あなたが知っているんです。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。アニメ物語シリーズ10周年特別企画、私登場、私最高よ。はじくじ、ララナギさん、アララギ先輩、アララギくん、ユミお兄ちゃん、兄ちゃん、お兄ちゃん、ユミお兄ちゃん、アララギくん、なんだい、 I love you。おめでとうございます。他の女の匂いがするわ。私はもう大人だ。見ろ、このおっぱい。羽川の半分もない。プラチナムか。お兄ちゃんって言われたくありません。僕と忍が時間旅行から11年後の世界に帰ってみれば、世界が滅んでいた。いいからパンツを返しなさい。流行るといいわ。はい。戦場ガーラ、トレ。えい。戦争をしましょう。僕があいつらを信じて、羽川のこと、戦場ヶ原のこと、心から信じて、荒谷小海という男が恩人や恋人よりも時に幼女を優先する男だと分かってくれると信じて。あれは口実、荒谷君の方から告白させようと思ってね。目を開けていいわね。こうして今日6月13日は恋人と初めてデートをした僕にとって記念すべき日になるはずだった。私は荒木くんが大好きだわ。高校3年生のゴールデンウィーク、18歳の5月、荒木小弓の初恋ではない何かは失恋した。ありがとう。いいえ、元気してる？僕たちは次なる物語へと、ひとつと